どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は急遽お知らせでございます。2020年の11月11日11111が4本でこれウクレレガズレレガズレレガズレレの日ということで、これね勝手に制定しているんですよ。そしてもう11月11日は毎年盛大にガズレレイベントを行ってきたんですけど、今年はやっぱりこういう事情がありますものですから、急遽オンラインイベント開催決定でございます。11月11日、今年はね水曜日なんですよ。で水曜日の夜開催します。夜8時からぜひ皆さんふるってご参加ください。今回有料イベントとなりますけど、もう山盛りの企画でプレゼントも盛りだくさん。どんなことが行われるか今ザザッと説明します。まずはセッション、課題曲を皆さんに最初にこう提案して覚えてきてもらって、その時にわーっとセッションする。これガズクラブって今スタートしてるんですけど、ガズクラブに入ってるメンバーの方は毎月2回開催で、ああやれやるんだなって感じだと思うんですけど、これがめちゃくちゃねオンライン上でセッション楽しめるやつなんでお願いします。その次はモジャ君登場です。モジャ君って誰だよって話、このガズのわがままウクレレをベトナムに移住して生み出しているこのウクレレ職人さん、並びにこの G ラボっていうね、このチームで今取り組んでますかね、 G ラボの、代表上田氏も登場して、そこでいろんなこうかあのそんなウクレレの話だとか、皆さんから多く寄せられる質問とか、今後のことについて あのトークセッションやりたいと思います。そしてね、これね、今回はその G ラボの代表上田氏 の、ね、ブログがもう、ね、200記事を超えたという記念もありましてですね、なんとこう盛大なプレゼント企画があります。このガズのわがままウクレレを抽選で1本ですよ。これ1本、あとはつい最近お知らせしたこっちの、はい、ガズの初めてウクレレ、これ初めてウクレレっていうのを今度リリースするんですよ。これはなんとね5本も当たる予定になってます。抽選盛りで、あとガズからも個人的にね出すものとかもあります。これ大抽選会、これもお楽しみにしてみてください。そしてその次はこのイベントに参加してくれる方の中から抽選で3名様に、Zoom 上でね、 Zoom というアプリを使いますから、ね、皆さんあの参加される方インストールしててください。そのご案内も丁寧にしますんでご安心していただきたいんですけど、あの事前に3名こう抽選させていただいて、その当日ガズと生でこういろいろレッスンだとかいろいろ聞きたいこととか、まあトークしたりとか、そんな時間を設けても、それを3組様、これも結構ね、あの面白いと思います。その次はですね、なんとガズのミニライブがあります。今回ウクレレでいつもやってるんで、たまにはギターでもうしっとりと秋の夜長に名曲を奏でちゃおうかなという、そんなことも考えていったりですね。あ、それでさっきのプレゼントあったじゃないですか。このウクレレが当たるよとかガズのグッズが当たるよとか、プレゼントはですね、直伝ですから、抽選で当たった人に私が電話をかけて、で話した人に当たるというね。だからもう皆さん電話を片手に、11月11日の夜は、ね、楽しくしましょう。そして忘れちゃいけない、やっぱガズレレの日でしょ。これ本当にガズレレありがとう、乾杯、乾杯したいですね。ということは、まあ、ガズも途中からですけど、ちょっとこうあの乾杯パーティーですから、ビールなんぞいただきながらやろうかと思いますんで、そんなこともいろいろ考えて盛りだくさんの2時間の予定でございます。そしてこのイベントは有料イベントとなっております。 Zoom というアプリを使った有料イベントでございまして、 Zoom の使い方はさっきも言ったんですけど、ちゃんとアナウンスしますんで、初めての方もご安心ください。で600円はいなっております。でガズクラブのメンバーの方はガズクラブ割で、500円というふうになっておりますんで、ぜひ皆さんふるってご応募ください。そしてこのイベントのこと詳しく説明するページと応募できるページ、ここに貼っておきます。まあ概要欄にも貼っておきますけど、ぜひあの一回見てみてください。そしてね、11月11日はあの仕事もなるべく早く切り上げていただいて、家でですねちょっとこう飲み物かなんか用意してウクレレとね、楽しい秋の夜長を一緒に過ごしましょう。ガズレレの日を一緒にお祝いしようということで、今日はそのご案内でございます。ご応募の方お待ちしております。よろしくお願いします。さよなら。